2024年7月22日、イギリスで開催されたファンボロー国際航空ショーで、GCAP 新型戦闘機の大型模型が展示されましたが、F3 戦闘機の翼に異変が起きたという情報がありました。今回は、そんな F3 戦闘機翼の異変について見ていきます。主翼は、従来、ラムダウィングでしたが、デルタウィングへと変化しているとか。では、なぜ変わったのか、考察していきたいと思います。まだ見慣れませんが、見慣れるとかっこよく思えるのでしょうか。YF21 のように横に伸ばした方がかっこよかったような。2024年は、偶数年に学年で開催されているファンボロー国際航空ショーの実施年に該当します。7月22日から26日まで5日間にわたって第45回目となる航空ショーが、盛況のうちに執り行われました。ファンボロー国際航空ショーとは、イギリス本土、イングランド地方南部のハンプシャー州ファンボロー空港で実施されるものです。フランスの首都パリで開催されるパリ航空ショーと並び称される世界的な催しとのことです。世界各地で開催される国際航空ショーはたくさんあります。しかし、特にファンボロー国際航空ショーとパリ国際航空ショーが世界の注目を集めているのは、両方とも航空機製造の末端まで及ぶサプライチェーンも包括した内容であるためとも言われているのです。航空機製造は、おびただしい数の関連企業が参加する一大事業と言われますが、ファンボロー国際航空ショーとパリ国際航空ショーは、どちらも末端の関連企業までが展示等に参加するのが特徴と評判です。2024年のファンボロー国際航空ショーは、主催者側のアナウンスによると、日本円にして、総額およそ16兆円にも上る取引がまとまったそうです。しかも、民生用航空機に関しては、およそ260機にも及ぶ正式な発注契約が行われたとも見られています。このように盛況だった今回のファンボロー国際航空ショーで、軍事部門内容として一躍注目を集めたのが、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同開発を推進している GCAP、グローバル戦闘航空プログラムに関する展示でした。その理由は、GCAP で、開発予定の有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型が展示されたためでした。ファンボロー国際航空ショー初日の22日に世界に向けて公開されたのです。それだけではありません。前での有人戦闘機の実寸大モックアップ模型に加えて、イギリスで同プログラムを主導する BAE システムズ社が同機の新たなイメージ図の公開も行ったのでした。そこで展示されたモックアップ模型や新しいイメージ図によれば、同機の主翼は、形状が、これまでのラムダ型から、デルタ型へ大きく変更されているそうです。これによって、GCAP で、開発予定の有人戦闘機が、従来より、主翼の総面積自体が大きくなったと言えましょう。大型化によって搭載する燃料が増加したため、航続距離が伸びたと考えられるのです。同時に、デルタ型の主翼変更によって、兵装の搭載量も増加したことが予期されるので、空対空、空対艦、空対地それぞれの用途への対応力の向上を基としたものであるという見方も一部から指摘されているそうです。日本では、GCAP で開発予定の有人戦闘機は、現在の航空自衛隊戦闘機の中で対艦攻撃任務を主とする F2 戦闘機の代替機を目指すものなので、搭載可能な空対艦兵装の量に大きな期待が寄せられているとか。その反面、BAE システムズ社による GCAP で開発予定の有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型や新たなイメージ図で示された主翼のデルタ型への変更は、ステル性能の観点からは不安視する声が上がっているそうです。主翼がラムダ型からデルタ型へ変更されたため、面積自体が大きくなったとしたら、必然的に主翼のレーダー反射段面積が従来よりも大きくなってしまうので、肝心のステルス性能が低下してしまう可能性があるのではという懸念です。これについては、そもそも GCAP で開発予定の有人戦闘機が、
どの程度のレーダー反射弾面積を想定しているのか、数値目標そのものが未知数なので、現時点では何とも言い難いと思われます。通常の航空機開発では、要求される性能と採用される機関部能力に応じて、機体自体の大きさや形状を確定させるのが常です。それは、設計段階の最も初歩的工程なので、GCAP で開発予定の有人戦闘機も、本格的な開発にいよいよ踏み出したとも言えるかもしれません。今回のファンボロー国際航空ショーでは、BAE システムズ社が GCAP で開発予定の有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型や新たなイメージ図を示すと同時に開発側の記者会見も行われました。その席には各国で開発を主管する企業が出席しました。イギリスからは BAE システムズ社、日本からは三菱重工業社、イタリアからはレオナルド社の担当者が顔を揃え、現時点での GCAP についてのコメントを発したのです。具体的な出席者は、BAE システムズ社からハーマン・クレーセン氏、レオナルド社からグリエルモ・マビリア氏、三菱重工社からは白石仁氏でした。ここで、ハーマン・クレーセン氏は、共同開発国である日本やイタリアとの関係について、GCAP に対し非常に補完的で、各国が持てる技術を出し合い、長期的な投資を行っており、そこで解決策を構築しつつ、形にしたいと述べました。GCAP とは、大まかに言うと、2021年から2025年までにかけて、仕様の詳細を決め、評価を行い、2025年から2035年に、実際の設計と開発を進め、2035年から実戦配備を開始、その後も、継続的なアップデート開発を行う予定とされています。前出のクレーセン氏は今回の記者会見で、こうしたスケジュールに鑑みつつ、2025年が GCAP 推進の上で節目になると強調し、実質的に同プロジェクトの設計の本格的な始動年になるとも発言したのです。日本では、現行対艦攻撃を主任務とする航空自衛隊の F2 戦闘機が、2035年からの退役が決まっています。その代替として、GCAP で、開発予定の有人戦闘機を同年から実戦配備することが必須となっています。ちなみに、この機体は次期戦闘機と総称されているそうです。一方、イギリスとイタリアも、現行のユーロファイタータイフーンの代替機体として、GCAP で開発予定の有人戦闘機を予定、日本と同じく、2035年には実戦配備を行いたいという構えとか。日本は、今回のファンボロー国際航空ショーが開催される直前の7月10日、次期戦闘機開発を主管する三菱重工業者と、一般社団法人日本航空宇宙工業会が、日本航空機産業振興を共同出資で創設、同期のサプライチェーン構築を進める動きに拍車をかけているようです。ただし、イギリスでは、7月4日の総選挙によって、現在の保守党のスナク政権が大敗、代わって最大野党労働党が単独で過半数という勝利を収めたので、実に14年ぶりの政権交代でスマーター新政権が誕生することになったのです。労働党のスマーター新政権は、これまで保守党が推進してきた安全保障関連の取り組みを見直す意向を示しているので、GCAP についても、その対象とマスメディアでは報じられているようです。また、保守党がロシア・ウクライナ戦争の影響で軍事予算拡張路線に踏み出したことは認めながらも、労働党のスマーター新政権は、その使途について、2025年前半を目途に再考を行い、方針を打ち出すとみられています。一部のイギリスの軍事専門家や指揮者の間からも、現時点から10年以上先の2035年実戦配備予定の GCAP に注力するより、現在の状況を考え、ロシアとの対峙を考慮した場合には、既存戦力の増強に努めるのが先決ではないかという見方も出てきているそうです。こうしたイギリス内の意見の増加を受けて、一部では、GCAP からイギリスが離脱する可能性があるという声も聞こえてきます。しかし、私見ですが、そこまで、急激に方針を変えるということはありえないのではないかと思われます。
この模型展示が注目されたのは、戦闘機の主翼が従来のラムダ形状からデルタ形状に変更されていたためです。この変更により、戦闘機の燃料搭載量が増え、航続距離の延長や兵装搭載量の増加が可能となり、多様な戦闘シナリオに対応できるよう設計されています。しかし、デルタ形状への変更によってレーダー反射段面積が増大し、ステルス性能への潜在的な影響も指摘されています。展示されたこの新型戦闘機は、F2 戦闘機の後継機として、日本の防衛力強化に貢献することが期待されており、2035年の実戦配備を目指して開発が進められています。この航空ショーでの展示と発表は、GCAP の進捗を世界に示す重要な機会であり、3カ国の技術力と協力の成果が示された瞬間となりました。